石原さとみさん結婚のニュースに早速お隣中国でも祝福や男性ファンから嘆きの声が上がっています。昨日から国慶節の8連休が始まった中国ですが、石原さんの結婚が速報されると SNS ウェイボーのランキングでは国慶節の話題を抜いて石原さんのニュースがトップとなりました。映画やドラマを通じて中国でも大人気の石原さん、ウェイボーのコメント欄には女神おめでとうなど祝福のコメントが次々投稿されました。一方で熱心な男性ファンからは、僕の青春が終わってしまった、みんなの心が崩れ落ちる音が聞こえたなど嘆きのコメントも相次ぎました。